寝てる間に俺めっちゃつく。りょうちゃんつくよね。あ、気持ちいい。いい匂い。リプッシュ。眠くなってきたよ。人によるけどね。はい。始めました、ノグト TV。 久しぶりやね。久しぶりだね、うん、最近お二人撮影で忙しそうなんですけど、二人のスケジュールもなかなか合わせるのが難しいってこと。あ、確かに。だからできんかったんか、うん、そうです。最近う、ね、どうですか仕事。結構なスケジュールで稼働してるんですか。大変。僕は今一瞬だけ落ち着いてる。あ、そうです、うん、はい。なんか、いや、そんな話すん下手か。初デートかないやろ。はい、そんなちょっと最近多忙なお二人に今日は癒しを与えたくてですね、はい、今日はですね、ヘアケアブランドのセラティスシリーズをちょっとご紹介させていただこうと思っております。セラティスシリーズ、はい、まあ、そちらに置いてあるセラティスさんなんですけども、はい、2021年に登場したブランドで、うん、ナイトタイムを有意義で贅沢な時間にをコンセプトに、寝ている間に髪の奥深くまでナイト美容成分が浸透して、翌朝きらめく美髪に導く。寝てる間に。そうです。高機能のナイトケアブランドになります。ああ、こういうやつか。そうとか、まあ、シャンプーとコンディショナーとヘアオイル。へえ。今日はお二人ノーセットで来ていただいたと思うんですけど、うん、はい、日頃から寝癖はつきやすい感じですか。俺めっちゃつく。ついてますよね。りょうちゃん、ちゃんつくよね。めっちゃつく俺。ジークもたまにボーってなってきてもありますね、うん、確かに。ということでですね、今日はその寝癖、うん、ダメージケアに特化しているあのナイトリペアという、はい、商品をちょっと実際に体験してもらいたいと思うんですけど、はい、その銀色の真ん中のやつです。はい、はい、それがナイトリペアという商品なんですけども、うん、匂い嗅いでもらいたいなと思うんですけど、今ちょっとそちらに用意したんで、はい、これ開けちゃった方がいいかな。開けたらダメだった。いや、ダメや、ダメ、ダメ。確かに、でもあれ匂うのな。うん。いや、いい匂いよ。なんか、落ち着きそうな。寝てる間に髪を補修して、うん、翌朝の寝癖やダメージをケアするため、うん、髪のダメージが気になる方におすすめの商品だそうで。ちなみに、あのセラティスシリーズでも最も人気のシリーズで、うん、真ん中のやつが。真ん中のやつが。昨年の12月にはベストコスメも受賞している実力派なものだそうです。今日はそのシャンプーを使ってちょっとお二人にシャンプー体験していただこうと思ってるんですけども、マジで。あ、ちなみにちょっともう両サイドの商品なんですけど、うんうん、ゴールドの方ですね。ゴールドこれ、はい、うん、ゴールドの方なんですけど、アホ毛とかパサ髪ケアができるシリーズで、パサ髪、はい、パサ髪、はい、うん、ドリーミーアロマの香りでイランヤンやバーベナなど少し甘めな香りに。あ、いい匂い。うんうん、爽やかやな、うん、どっちにしても、はい、こっち側ブルーの方は、はい、ムーンライトムーンライトスリークという商品で、はい、地肌やうねりケアができるシリーズになっておりまして、うん、ムーンライトアロマの香りでネロリやホワイトローズなど爽やかさもある香りだそうです。あ、確かに、はい、うん、これ一番スッキリしてるかも、はい、男っぽい。あ、そうです、うん、なんか男性も使用しやすい香りになっているそうです。うん、はい、早速寝癖ダメージをケアするシルバーのナイトリペアを使って、はい、日頃お使いのお二人に髪の毛を整えていただきたい。え、ただシャンプーしてもらうってだけの。そうです。はい、そんなご褒美やん。そう、ご褒美です、はい、シャンプーってめっちゃ気持ちいいやん、はい、してもらうのね。あの、人によるけどね、はい、じゃあ準備できたんで実際ナイトリペアを体験していただきたいと思いますんで、はい、リラックスしてシャンプー体験してください。ちょっと声 OK。 絵がシュール。いや、だって気持ちいいことされてるんだもん。そうそう、うん、はい、りょうちゃんがこの前まで撮ってやったやつって、うん、ネットリックスだっけ。違う、あれなんだっけ。 TBS のゲストで出たやつでしょ、うん、あと CX の連ドラでしょ、うんうん、やば。ちなみにどうですかシャンプー。いや、気持ちいいです。うん、気持ちいい。はい、ではですね、ここでこんなクイズいきたいと思います。え、コーヘアケアクイズ、はいよ、パチパチ、はい、ちょっとお二人にクイズ出しますんで、うん、二人で共通の答え出してください。 OK、正解数に応じて視聴者へシャンププレゼント
お、じゃあいっぱい頑張って正解するとあかんやんか、はい、1問正解ごとに5名様にプレゼントです。おい5問やります。了解、じゃあ25個プレゼントしよう。はい、サクッといきます。はい、はい、1問目、白髪は抜くと増える、丸か×か。ジンどっちやと思う？丸か×は増えないと思う。俺も×でいいと思う、関係ないと思う。×でいいですか？うん、はい、正解は丸な、どっち？いやいや、バツで正解です。正解です。正解ってことね。正解です。オッケーオッケー。ちなみに毛根一つ一つに起こる現象なので、白髪を一本抜いたからといっても周辺の髪が影響を受けることはないと思う。でもさ、じゃあもう俺黒白黒の時あったで。はい。それストレスとかってこと？あのグラデーションみたいになって黒から白にさらに黒に戻るみたいな。それわかるわかる、あるよね。あるあるある。それは何なんですか？調べときます。はい。第2問。はい、第2問、シャンプーで髪の毛が抜ける本数は3択です。 A 約30本から60本。それは1回のシャンプーでってことだよね。そうです。うん。 B 100本から130本。はい。 C 約200本以上。いや、なんか多く言ったらお前体幹そんな抜けてんのみたいに思われる。でもなんか俺100本ぐらい抜けるって聞く。あ、1日か。それは1回のシャンプーってこと？どうも俺 C はないような気がするねんけど。うわ、でもこれいい匂い。 C？ うん、シャンプーが、シャンプー結構いい匂い。あ、シャンプーがいい匂い、うん、C？ C が200本やろ。うん、もう間でいいんじゃない？なんか B か A かなと思ったけど。あ、 A かな。じゃあ A にしとくか。シャンプー1回やもんね。うん、うん、A でいいですか？ A、はい、はい、A 正解でーす。おい、はい、30本から60本程度です。あ、よかった。ちなみにあのシャンプーで1日の抜け毛の6割から8割が抜けているそうです。あ、そうなんや。はい、あのシャンプー時に髪の毛が抜けるのは自然なことなので問題ありませんと。へえ、はい、あ、気持ちいい。はい、どんどんいきます。はい、2問正解です。ありがとう、はい、さあ次、髪に良いのはドライヤーオアタオルドライ、どちらでしょう？これはタオルドライじゃない。え、ドライヤーじゃない、ジェン。え、なんでなんで？だってドライヤーせんと髪傷むでとか言うへんとか、あの頭皮がよく、頭皮に良くないとかさ。え、何にいいの？髪の毛にいいの？髪の毛に良いのは、いや、だからきっとドライヤーで乾かすことによって頭皮のあれも保たれて、なんか髪の毛ドライヤーせえへんかったらめちゃめちゃもうカビがあるみたいな感じやねんて。ほんまにそうなのか、うん、だからドライヤーでいいと思うで。タオルドライはもちろんするけども、その後にちゃんとドライヤーでやった方がいいと思う。ドライヤーでいいですか？でもじゃないとあのキューティクルがこう開きっぱなしで閉じる時がないんだ。いや、絶対 A、 絶対 A。 OKOK、 じゃあドライヤーでいいですか？うん、はい、正解は正解でーす。ええー、はい、ちなみに自然乾燥をしようとすると表面は乾いても内側がなかなか乾かないので、うん、雑菌の温床になったりとか、うん、嫌な匂いの元になるそうです。だよね。はい、でさらにロックが言った通り、ドライヤーを使うことでキューティクルのキメが整い、ツヤが出るそうです。うん、そうなんだ、よかったよかった。なので皆さん、あの寝る前は必ずドライヤーで乾かしてください。今15やで。15です。はい、あと2問いきます。はい、抜け毛が気になるとき、うん、シャンプーの頻度はどれがベストか。A 朝と夜の1日2回、うん、B 夜だけ1日1回、うん、C 朝だけ1日1回、うん、2日に1回。どうやろう。いや、 A はないでしょ、洗いすぎってなると思う、うん、2日に1回じゃない？なんか外国の人ってそんなイメージよね。ねえ、あとなんか毎日シャンプーせえへんよ。前女性タレントさんとか女優さんが3日に1回しかシャンプーしないみたいな、うんうん、感じてる人いた気がする。やったら2日に1回にしとくか、うん、はい、はい、D でいいですか？はい、はい、正解は正解でーす。じゃあ、はい、夜に1回正解でーす。あー、そっか。ちなみにその洗わなすぎると、うん、頭皮の毛穴に皮脂が詰まり、はい、洗いすぎると頭皮の乾燥につながってしまうので、うん、1日1回くらいの頻度で。あー、気持ちいい。なるほどね。はい、じゃあ寝る時間は綺麗なまま寝た方がいいってことね。そうです。で、朝に髪の毛を洗ってしまうと、うん、外出前に皮脂を洗い流してしまうことになるんで、うんうん、紫外線のダメージが大きくなってする。へー、大きくなってしまうそうです。皮脂がある程度守ってくれてるところもあるってことな。そうそう。なんで、まあ寝る前に髪の毛を洗って綺麗に乾かして清潔な頭皮で就寝しましょう。でも寝癖ついてたらもう濡らすしかなくなる時あるやん。あ、濡らすぐらいだったらいいんじゃない。あ、そうなんや。頭皮をだから洗っちゃうと、あ、そういうことね。皮脂が
流れちゃうのが良くないと、ね、ああそういうこと、はい、へえ勉強になりました、はい、最後の問題です、はいはい、ヘアオイルはどのタイミングで使用するのが最適でしょうか。4択です、はい、A 濡れた髪に使用、 B タオルドライ後に使用、絶対それやろ、 C シャンプー前に使用、うん、D 寝る前に使用。いやタオルドライ後じゃない、濡れたままっしょ、うん、濡れたままじゃないよ、濡れた時じゃなくてタオルドライでつけてで乾かしたら最高やね多分。ああそのオプションなかったよね。え濡れたあったなかった。じゃあだから濡れた髪にしよう、うん、タオルドライ後にしよう、うん、シャンプー前にしよう、うん、寝る前にしよう、タオルドライやと思う。そうだね、うん、はい2だね、正解でーす、ありがとう、はい、ちなみにあの乾いた髪の毛でも使用は OK だそうです。あそうなんだ。ベストなのがタオルドライ後にしよう。3問正解なんで15名様にシャンプープレゼントでございます。え4問じゃん。4問か、あ4問か、うん、はい、すみません。何人何人20人です。イエーイ、はい、よかったよかった。はい、シャンプー終わりました。いかがでしたでしょうか。いや気持ちよかった、眠くなってきたよ。はい、で最後にですね、あのナイトリペアのヘアオイルがありますんで、うん、うん、ちょっとそちらも試していただければと。2プッシュぐらい、はい、ちょっとそれを体験していただいて、はい、あ、あいい匂い、あロケットの秋山さんみたいな髪の毛全体につけていいんですか。大丈夫です、全体でいい、はい、あ、いい匂い、いい匂いね、うん、はい、いい匂いだ。それでちょっと寝る前に乾かしていただいて、うん、でも寝るまであと、あ、いえ、今はあるんですけど寝るまであと10時間ぐらいあるあの20名様にプレゼント、あ、そうね、いや、使ってほしい、これっていうか、もういい匂いで髪の毛もね、綺麗になるんやったら癒されるし、はい、気になった方は概要欄を確認していただいて、で、これ本当はこっからかタオル、あの、乾かさないからね、ドライヤーで乾かすんで、そうそうそうです、はい、あ、ありがとう、俺の使い差しやから、うん、使い差しって何、あの、頭拭いたやつの使いかけ使い差しっていう、まあ、ええがな大阪弁は使い差しって言うの、使い差しっていう、うん、日本語じゃねえや、東京弁は何だっけ、使い回し、あ、使いかけ使いかけか、え、言ったよね俺、使い差しって言った、いや、その後に使いかけって言って、使い、あ、うん、うん、はい